はいどうも、ケイキです。今日はですね、マス・フォー・ザ・デッド、オバマスをね、やっていきたいなと思います。で、9月から始めるオバマスということで、9月からね、始めました。はい。で、まあどういうゲームかというと、まずね、人気アニメのオーバーロードってあるじゃないですか。あれのスマホアプリね、になります。で、配信はイグディスさん、から出てまして、リリースされたのは2月の、今年のね、2月の21日と。はい。で、自分がね、今まあ、どれくらい進んだかと。まあ、9月から始めたんでね、まあ、ちょっとね、わからないとこもね、あるんですよ。はい、あるんですが、今のね、まずキャラクターから行きましょうか。キャラ行きますね。キャラ一覧。あ、で、ジャンルはね、何かっていうと、異世界のダークファンタジー RPG。異世界ものね、最高ですよね。いや、オーバーロード俺も好きなんですよ。で、ね、今メンバー、はい、こんな感じになってます。アリンスいますよ。はい、4体ね、星5を持ってまして、まあ、基本はね、このパーティーで、まあ、進んでると。まあ、まだ所持してるね、キャラクターとか少ないので、今日はね、まあ、実際に、まあ、戦いですね。まあ、こんな感じの戦闘だよっていうのをお見せして、その後ね、さらにちょっとさ、パーティーを強化、狙いに行くということで、召喚をね、したいなと思います。で、9月の頭にね、ナザリック祭ってやつがあるんですが、それを引いて始めたっていう感じですね。はい、じゃあ実際にね、戦い、言いましょうか。ストーリーの方にね、行きたいなと思います。で、まずはね、その前に、まあ、ミッション行きますか。ちょっと忙しいなっていう時にさ、こう、デイリーミッションはさ、達成したいじゃないですか。で、デイリーミッション、もう今日のやつは達成してるんですが、はい、項目はね、一番上は、デイリーミッションすべて達成しよう。なので、要は、下の3つを達成すれば OK と。混沌の異物を1回強化しよう。まあ、これ後で、ちょっとやってみます。で、クエストは、さっきも言ったようにね、ちょっとバトル行きますんで。まあ、戦いに行くと。で、混沌の実を1回収穫しよう。はい、じゃあこれ、まずね、2つちょっとやってみます。混沌の異物を強化しよう。これはですね、強化で、はい。で、強化ってあるんですが、強化をして、まあ、強化したい、まあ、ワンシーンね、選んでもらって、で、強化すると。これで、OK。これ達成。そして、次は実ですね。コントの実を収穫しないといけないんですが、それはね、右にスワイプ、シュッとね、すると光ってるとこあるので、これをタップ。はい、これでね、回収すると。これでもうデイリーのね、2つ、もうミッションが達成なってると。で、あとはクエストをね、3回クリアしよう。やるだけで、デイリーミッションはクリアと。で、忙しい時ね、まあ、ちょっと今日は時間ないみたいな時も、ささっとね、デイリーミッションだけこなすみたいな感じもできます。はい、じゃあ実際にね、ちょっとストーリー行きましょうか。で、今、自分はね、第9話まで来てるんですが、第8話のね、クリアってなってるんですか？コンプリートじゃないんですよ、これ。ちょっと今日はここ、行こうかなと思います。まあ、ボス戦やね。ちょっと行きますか。はい、メンバーはね、さっきのこのメンバーで行きます。訓令に従って、出撃進出？出撃進出？はい。で、これがね、戦闘の画面なんですが、まず、右上のところ、倍速あります。はい、ここですね。今、タップしてるところ。オートの左。倍速ありのオートもあります。あとは、自分でね、ここ選んでいく。これだったら、消費 MP2 で、まあ、技ね、使えると。はい、スキルが使えるよと。はい、こんな感じね。アリンスはこんな感じ。まあ、戦っていきましょうか。ね、この呼吸とするのね、もう全体攻撃、もうこれ最高ですよね。やっぱりね、俺全体攻撃好きみたい。で、アインズもね、全体攻撃ありますんで、まあ、全体攻撃ね、まあ、蹴散らしていく。畳みかけるため。はい、まあ、全体攻撃ね、蹴散らしていくと。
でちょっとオートがねいいなって時はこれオート押してもらって、はい、これはね今あの自動で戦ってくれてます。いやまだね好きなキャラ他にいるんですよ。なんでちょっと今日はねそれを狙いたい。よろしい、よろしい。あれリセマラはねちょこっとねやりました。リセマラしてこれね最初の10連チュートリアルが終わってプレゼントを受け取るんですが、そこの10連でねなんとこの4体出たんですよ。まずそんなことないよね。でそのナザリック祭、9月の頭のねナザリック祭でこの今俺が持ってるコキュートス、コキュートスってやつは、左から2番目のキャラね、まあ、これがね追加になりまして、それが欲しかったよ俺。コキュートス狙いで、まあ、リセマラしてたって感じですね。さあ今のところねいい調子ですよ。前ここきつかったんですよね。でちょっとパーティーをね他のところで、鍛えて今日またちょっと挑戦してると。さあボス戦、さあいけるか。さすがモンガー、おっと一体落ちちゃいましたね。はい、これ今ねオートでやったんですが、まあ、とりあえずねクリアで1人ねダウンしちゃったので、ここをねまた星つかずと。でねボス戦にね、まあ、ちょっと俺もねまだ始めたばかりでねその辺ちょっと分かってないところあるんですが、ねパーティーのね今使ってたキャラで、はい、パンドラーズアクタいるんですが、このねスキル結構いいんじゃないかなと。この辺、まあ、これスキルレベルもね上げることできるんですよ。まだちょっと上げてないんですよここ、敵単体の攻撃と防御そして素早さをダウン、まあ、デバフですね、こういうのを巻きつつ、敵を弱体化して、まあ、倒していくみたいなね。はい、それでは召喚いきましょうか。はい、そしてね、次は召喚のね画面に来ました。はい、今やってる開催中のね召喚がタンクとヒーラーが排出率アップということで、これねどっちも持ってないんですよ。なんでここで狙いたい星5のクレマンティーヌ、星5 0そして星4のルプスレギナが、配置確率がアップと。いやゼロとねクレマンティーヌそして、まあ、モモンガとかね一緒にちょっと使いたいですよね。アインズね、うん、狙っていきましょう。はい、でこれ提供割合なんですが、キャラクターとは別にね混沌の異物でも出てくるんです。デイリーミッションで強化したやつね、あれをキャラクターに装備することによって、キャラクターのステータスが上がると。でちょっと俺ねいいやつ持ってないんでね、ここで星5狙いたい、狙っていきましょう。はい、でキャラの、キャラクターの星5が 2% 星4が 5% 星3 40% で混沌の異物の星5が 3% 星4 10% で星3が 40%、まあ、星4以上とりあえずね、まあ、何枚引けるか、もちろん5狙いでいきます。はい、それではね、それ引いていきましょうか。10回召喚、まあ、30回ね、召喚できます。はい、500必要と。よし。じゃあ、いきますね。引きます。いや、ここ大事やから。召喚開始。さあ、演出。さあいいですね。そしてただ来ますよこれは。うん、持ってないキャラですね。で奥義ね、被ると奥義はレベルアップ。
今からですよ。これで夢を叶える第一歩。さあ2時なんでね、安心してください。確定ですよ。残像だ、いいね。絵や武器はその人物を写すかが、あなたは非常に好感の持てる方のようです。いや嬉しいですね。セバス来ました。いやこれはいいやろ。はい、あ、チュートリアル出てますね。同じキャラクター入手すると自動でね、奥義レベルがアップと。これ最初にインストールしてからね、10連引いて今初めてまた引きましたんでね。はい、それでは20連目いきましょう。タッチ。いやここはそのままでしたね。うん、奥義ね、はい、アップね。いや厳しいか。スモールファング族族長、どうだこれは。ゼンベル、ワンシーンは嬉しいんすけどね。おいしゃいしゃいしゃ、でもオッケーオッケー。ちょっと見たいっすね。あ、防御と HP、 防御力と HP ですね。うん、まあ今持ってるやつよりもう断然いいっすねこれはね。じゃあもう10回いきたいと思います。はい、引きます。さあどうですかね。さあ一回戻って、まあ、ちょっとね、重いですね。俺の、この録画の環境ですかね。繋いでなかったらね、普通に、スッと今のところね、弾けますんで。はい、奥義レベルアップ。うん、ジェンベルですね。お、かぶりましたね。はい。さあキャラですかね。いやなんかさ、混沌の異物をね、星5狙いたいって言ったんですが、キャラ狙いたくなってきたね。接近戦で決着をつけるつもりだったんだ。アインズールゴンを普遍の伝説にせよ。いやこれ嬉しいよね。いやモモが来ましたね。漆黒の剣さあアインズ来た。ダインウッド、これがラストかな。はい、ラストでしたね。いや、ステータスどうなんでしょうね、スキルとかね。単体火力っていう感じかな、これは。いや、嬉しいじゃん。使えってことやね、モモンガね。まあ、どっちのモモンガがいいかっていうのはあるよね、でもね、これね。いやー、30回の召喚終えてね、満足しました。いや良かったっすね。いや楽しかったっす。はい、ということで、まあ、今回はねここで終わりたいなと思います。まあ、気になる方はね、ぜひ、ダウンロードしてね、遊んでみてはいかがでしょうか。一緒にね楽しみましょう。ご視聴ありがとうございました。